20位ですね。20位どこなのかと言いますと、20位なんとですね、テキサスレンジャーズになります。はい。20位レンジャーズですね。まあ、今シーズンのレンジャーズはですね、60勝102敗、地区最下位なんですけれども、WAR に関してはですね、ファーストから、ネイトローですね。ネイトロー、ニック・ソラック、カイナー・ファレファ・ホルト、で 7.4 の総合ですね。まあ、非常に高いなというのが正直な印象。カイナー・ファレファが 4.0、ネイトローが 2.3。ここら辺がやっぱ高いなと思いましたね。正直、ネイトローはもう今シーズンレイズからシーズン前にトレードで移籍しまして、まあ、ネイトロー、そうね、ブランドン・ローがいたりしてね、結構ローで結構ね、ややこしいなと思ってた時期もあったんですけども、ネイトローを移籍しまして、ファースト、今シーズン出続けましたね。まあ、ソラックが 1.0 っていうのはちょっと低いかなといった印象にはなりますが、まあ、ちょっとソラック結構期待されてるメッセージだと思うので、カイナー・ファレファ 4.0 はすごいですね。まあ、カイナー・ファレファは今年サードからショートに回りまして、アンドラスと、そうですね、二遊間のアンドラスとオドーワっていう、まあ、レギュラー陣が2人、今シーズンはレギュラー白紙だよって言われて、しまいにはトレードに出されるというね、まあ、アンドラスがシーズン前、あれだね、オドーワはあれだね、確かリリースかなんかだったんだっけ、DFA でヤンキース入ったみたいな感じだと思ったので、まあ、新しく、これから一からやり直しかなといった形で、サードがホルトっていうのがちょっと厳しいですね。サードはもうちょい頑張ろう。ベルトレイクをサードが、カイナー・ファレファがずっとやってたんですけども、ちょっとね、ベルトレに比べると、エイドリアン・ベルトレだね。ベルトレだよね。あれと混ざった。なんだっけ、メッツの監督と。元ね、元っても一試合もやってないんだけどね。カルロス・ベルトランだ。それベルトランだわ。エイドニア・ベルトレだね。合ってるね。ちょっとね、比べるとやっぱカイナー・ファレファ打力がね、劣るので、まあ、ちょっとサードもね、あとは、頑張るかなといった感じのレンジャーズでございました。続いて19位ですね。19位は、ですね、こちら、マイアミ・マーリンズになりますね。マーリンズが19位となります。今年、マーリンズは、67勝95敗ですね。まあ、去年が、まあ、ワイルドカード、というか、ポストシーズンですね。ワイルドカードでね、地区2位と躍進を遂げたマーリンズでしたけども、今年結局元に戻っちゃったって感じがしますね。まあ、メンツはファーストから、アギラール、チズム、ロハス、アンダーソンとなっております。総合 7.5 ですね。非常にメンツを見ると悪くないなっていうのがまずは印象ですね。特にロハスが 2.5、チズムが 2.4。このメンツがこんなに稼いでたんだな。チズム結構高かったですね。なんかイメージ的に、なんか結構落としてた時期があったので、こんな稼いでたんだっていうのが正直な印象。ロハスがなんかここ2年いいですね。ロハスここ2年いいよね。すごいチームリーダーとしても本当に信頼は高いのかなといった感じになりますが、あとはアギラールですね。結構日本行きも噂されたアギラールですけど、結局ここに来てね、マイアミに残るという、ね、2年間日本行きが噂されつつもメジャーレベルの打撃をしてるのはやっぱさすがだと。アギラール結構ね、あとはなんでしょう、アクティブじゃないけど、なんていう、そのお茶目な面もね、今年結構見せること多かったかなっていう印象がありますね。まあ、カーソン・ケリーの、手首のさ、キャッチャーの、いろいろ書いてあるやつを開けてみたりとか、結構それなんか、お茶目な面を見せたのが今年のアリラールの印象かなと。ブライアン・アンダーソンがね、やっぱ 1.3 っていうのはちょっと低いかなっていうのが印象ですね。ブライアン・アンダーソン結構いい選手だと思ってるので、もうちょっと頑張ってほしいかなっていうのはあります。ただまあ、そうね。まあ、総合的に見ると結構良かったかなってイメージはありますね。はい。続いて18位の、発表になります。18位がですね、こちら、シンシナティレッツでございます。ねえ、まあ、現在私がフランチャイズの動画を投稿しているのはシンシナティレッツですね。まあ、もうすでに次のチーム行ってはいるんだけどね。公開が遅れておりますが、そんなシンシナティレッツ、今シーズンがですね、83勝79敗ですね。まあ、ワイルドカードも争ってた時期はあったんですけれども、残念ながらちょっとワイルドカードに関しては出れないという感じで合ってるよね、になります。まあ、メンツはファーストから、ボット、インディア、ファーマー、スワレスですね。総合 7.6 となっておりますね。インディアがショートじゃなくてセカンドだったんだね。
すごいびっくりしたんですよね。ショートのイメージがずっとあって、あ、インディアショートだよなと思って調べたらセカンドだったの、なぜびっくりしました。カイル・ファーマーがショートでしたね。まあ全体的に見るとインディア、ボットは今年良かったですね。インディアなんていうのは特に今シーズンデビュー年ではありますが 3.9 打数稼ぎました。スアレスがマイナス 0.7 っていうのは良くないですね。ただスアレス今シーズンからね、あの今シーズン頭確かショートやるみたいな話をされて、ショートやってたけどダメで結局サードもあったみたいな感じなので、ちょっとかわいそうだったかなっていうのはありますけども、でもカリル・ファーマーが 1.1 なんで、まあ良かった。特にボットをね、今シーズンファースト後半やばかったですからね、ちょっとこの打力がどのくらい続くのかなっていうのは結構見ものですけど、ボットすごかったね。なんか後半マジで毎試合ホームラン打ってるみたいなイメージありましたからね。インディアンもすごいね、結構まあ面白いチームかなと。まあ外野陣がこのチームはやっぱりこう魅力的かなっていうのはありますので、内野で 7.6 稼げてればまあ上々かなって感じになりますね。はい、続いて17位ですね。残すところ、前半の動画あと2チームになります。もう30分近く撮ってるんでちょっと早くしたいなと思うんですけども。17位、17位はですね、クリーブランドインディアンスになります。はい、インディアンスですね。今年地区2位ですね。まああれですね、シーズン前にはリンドアをトレードに出したりとか、結構その再建に入るのかなってイメージはありましたが、結局80勝82敗ですよ。借金に地区も2位、さすがだなっていうのはありますね。インディアンス、来年からチーム名が変わりますので、まあインディアンスと言えるのはこの動画までなのかなって感じになるんですけども、まあメンツがファーストから、ブラッドリー、ミラー、アメドロサリー、ホセラミですね。総合 8.1 です。まあ、数値だけ見るとね、正直そんなに個々が高いわけではないんですよ。ホセラミの 6.7 で結構持ってってるかなっていう感じはしますね。ホセラミが 6.7 高いね。アメドも 2.1 っていうのは個人的に結構ね、びっくりしてます。アメドロサリオですね。まあメッツ、それまで結構入りました。メッツのね、友達がいるんで、メッツファンの友達がいるんですけど、ね、アメドが大好きでですね、正直アメドがトレードされるときはめちゃくちゃ落ち込んでましたね。リンドアいらねえって言ってます、今でも言ってます。リンドアいらねえからアメド返せって言ってますね。アメドとヒメネスが好きでね、2人ともトレードされちゃってね、アメドとヒメネス返せって言ってますね。あとニモが好きだしですね、結構なんか変わった人だなって今でも、好みが変わってるなって今でも思ってるんですけども。まあそんな感じですね。まあこのチームもね、再建に一応入ってますので、ホセラミがもしかしたら来年いなくなるのかなっていうのがちょっとありますので、そうするとやっぱ WAR のこのランキングでもガタッと順位を落とすのかなっていうのは正直予想されます。はい、続いてこの動画ラスト16位になります。16位はですね、どのチームかと言いますと、ボストンレッドソックスですね。はい、今シーズンのサプライズチームの一つ、ボストンレッドソックス、ワイルドカードにも出場します。今シーズン92勝70敗ですね。まあ、20年、19年と最下位かな、20年は最下位じゃなかったのかな、19年は最下位、20年はまあ5位か6、4か5位だったと思うんですけども、そんな、レッドソックス今シーズン90勝しましたから、非常にびっくりはしたんですけども、メンツをご紹介しましょう。ファーストからダルベック、アローヨ、ボガーツ、デバースとなります。総合は 10.0 ジャストですね。セカンドに関してはキケがね、セカンド入ってくるかなと思ったんですけれども、キケはねセンターの方が多いんですね。セカンドはアローヨの方が多くてですね、まあ、アローヨ、クリスチャン・アローヨ、今年イメージがねすごい残ってるのがブレーブス戦での満塁ホームラン、あれは印象に残ってますね。 AJ ミンターが打たれたというね。まあアクーニャのお父さんが怒ってましたね。お前らアクーニャが怒られた試合だと思うんですよ。ね、スニッカー監督に、アクーニャね、ああいう走塁するの良くないって試合後のインタビューで言ったらですね、お父さんがね、お前はなんで右バッターに対して左のリリーフ使ってんだよってまあそんな感じの怒り方をしまして、まあそんな感じのクリスチャン・アロイオが、いるセカンドの最多出場でした。まあ、ダルベックが今年成績結構低いんですよ。その割にはボガーツ、デバース、やっぱこの2人が強いね。三遊間この先強いですね。正直19年の頭にすぐボガーツが長期契約結んだ時は、
ああ、今年なんか5月かわいそうだなと思ったんですけども、やっぱり強くなっちゃったね、普通にね。 ここ2年の、ここ2、3年の5月はすごいですね。まあ、そんな感じのボストンレッドソックスです。アローヨも結構1.4って稼いでるんですよね。まあ、ボガーツ4.9、デバースはさすがですね。3.5、若いのにすごいですね、デバースはね。そんな感じです。今年デバース何か取ったんだっけ？打点王だっけ、デバースって。あれ？違うか。 ちょっと調べていいですか？今、ベースボールレファレンス普通に開いてるんで、多分調べられるには調べられるんですけど。どっかにないのかな？あ、ちょっと待ってね。なんか、ちょっと、ちょっと待ってね。特にちょっと調べるにはちょっと時間がかかるかなって感じなんですけども、まあ、後でちょっと編集なんかで、ね、載せときます。はい。まあ、そんな感じで1本目の動画がありますね。33分撮ってます。編集が大変になるのが結構目に見えてるんですけども、まあ、クバヤの下準備を頑張りましたので、ちょっとね、編集もね、頑張ろうかなと思ってます。はい。ということで、ボストン・レッドソックスが16位で、今回はね、一旦区切りをつけようかなと思います。ということでね、ありがとうございました。自分的にはこの後続けてね、前半、次の動画、後半も動画も撮っちゃおうかなと思ってるんですけど、まあ、一旦これ動画を区切るという中で、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、後半の動画はもう少しね、短くできるように頑張ります。ありがとう。行きましょう。で、まあ、15位からの発表にはなるんですけれども、14位が2チームあります。はい。そちらの方をね、発表していきましょう。まず、2チームあるので、順位が低い方からちょっと話していきましょう。まず14位1チーム目、ミネソタツインズになりますね。今シーズンの最大のギャップ、逆サプライズチーム。ね、19年、20年とポストシーズンに出ながら、今シーズンまさかの低空飛行を続けるというね。まあ、ちょっと打撃陣がね、やっぱ300発打線の頃に比べると、ちょっと状態が落ちてきてるのは事実なんですよ。で、投手陣も今年不調だったっていうのがありますので、ちょっと順位が落ちたミネソタだったかなと思います。勝敗的には73勝89敗でした。メンツの話をしましょう。メンツファーストからですね、一応動画が一新した、一新っていうか、一新っていうかでもおかしいけど、変わった、終わって区切りをつきましたので、もう一回話をしておきますと、今回この後結構その選手をね、順番に言っていくんですけど、いう順番としては、ファースト、セカンド、ショート、サードです。はい。サードの前にショートを入れます。はい。だから見た時にこう並び順だね、右からグッて見た感じの順番でお話をします。行きましょう。メンツファーストから、佐野、ポランコ、シモンズ、ドナルドソンですね。総合 WAR 10.3となっております。まあ、そうね、ポランコが結構稼いでたかなっていう印象はあります。はい。で、シモンズも1.4なんだね。結構シモンズバッティングで苦労してた面があったと思うんだけど、やっぱ守備なんだろうね。で、ドナルドソンも3.2ですね。やっぱドナルドソンさすがだね。まあ、ブレーブスにもドナルドソンいた時期がありまして、まあ、正直残留するんじゃないかとも言われていたんですけど、やっぱ契約年数がどうしてもネックで高齢っていうのもありますので、結構難しかったですね、そこら辺がね。ちょっとドナルドソン普通にブレーブスのユニフォーム似合ってたからさ、ブレーブス残ってほしかったかもあったんだけど、まあ、しょうがないですね。で、サノーが0.9。ちょっとサノーが低いよね。なんかまあ、ホームラン打つだけのバッターになっちゃってる感じがするんで、もうちょい打率欲しいよね。で、取り直す前の動画でですね、アライズどうしたんだって話をしたんですよ。アライズね、セカンドでも出てはいるんですけど、48試合ぐらいなんですよね。スタートが48だった気がするんだよな。すごい少ないんですよ。ね、で、外野でも二十何試合とかしか出てなくて、なんか今年アライズ、試合出場数少なくねみたいな感じなんですけど。ね、アライズが結構あまり出てなかったなっていうのが印象的だしね。アライズでも今年普通に2割9分4厘打ってるんでね、やっぱさすがアライズだなと。正直今のメジャーリーグは結構長打長打なイメージがある中で、やっぱアライズって結構本当にこう逆方向に打ったりとか、結構こうコンタクト重視のバッティングしてるイメージがあるんですよね。結構、がたい的にはホームラン打つタイプのイメージもあったんだけど、やっぱりこう、ホームラン打つタイプのに見えるんだけど、本当にコンタクトを重視みたいなイメージがあるので、やっぱ300発打線の頃のアライズっていうのは本当にこうスパイスになってたのかなっていうのは
ありますね。はい、そんな感じの、ミネストラでございました。続いて、14位、同率の、勝率がっていうか、まあ、順位が高い方のチームなんですけれども、ミルウォーキーブルワーズになります。95勝67敗ですね。で、WAR が、総合がですね、WAR、まあ、ちょっとあの選手からいきますけれども、ファーストから、ボーゲルバック、コルテンウォン、アダメス、ウィエスと。で、総合 10.3 ですね。うん。まあそうですね、ウォン、アダメス、ウリアスのこの3人が高いですね。軒並み3を超えてます。うん、やっぱまあシーズン後半っていうか序盤の方だよね、結構序盤の方からすでにアダメスをねレースから取りましてね、最初はだからコルテンウォンとウリアスの二遊間ですっごいガッチガチの二遊間だったんだけど、そこにアダメスが入ってきたからバッティングが急に上がったというイメージがあります。アダメスはね、総合が 4.2 なんですよ、今シーズンの。ミルウォーキーだと 3.2 ぐらいなんですよね。だから、両チームで活躍してるという。アダメスすごいね。コルテンウォンが後半戦から結構伸ばしたイメージもありますし、ちょっとケストンヒューラーがいないのが気になるんですけど、ケストンヒューラーがないから、怪我したんだっけ、なんか、ケストンヒューラー見た気がするんだよな。まあ、いっか。で、ウリアスも 3.0 って結構高いなと思って、ただ、ボーゲルバックがマイナス 0.2 なんですよ。正直、ファーストがね、なんとも言えない。うん、ボーゲルバックが3、マイナス 0.2 で、テレズもいるんだよね。なんでそのミルウォーキーは似たようなタイプのファーストを取ったのかなって感じがするんですけど。ね、テレズとボーゲルバックは毎回一緒のチームにいるんで、結局。だから、すごい、ね、なんで取ったんだろうなっていうのはあるんですけど。いや、ミルウォーキーはね、でも、やっぱ、ピッチャー3本柱が、今シーズンは強力でしたね。バーンズ、ウッドラフ、ペラルタっていう、3本柱が本当に強力でしたね。やっぱあの3人すごかったね。まあ、で、ヘイダーもいるしさ、あそこら辺がやっぱ、本当に全てを支配したなって感じが します。はい。ね、すごかった。ということでですね、少し、この動画、実は別の日に撮ってはいるんですけれども、おそらくこの、撮っている動画がミルウォーキーの、WAR の、発表の前後どっちかに入ってると思います。はい、というのもですね、私は今回、訂正をちょっとねしていこうかなと思います。どんな訂正なのかと言いますと、実は間違えてました。何を間違えてたかっていうと、メンツを少し実はミルウォーキー間違えていまして、現状ミルウォーキーのメンツがですね、ファーストからボーゲルバック、コルテンウォン、ウィリー・アダメス、ルイス・ウィリアスの4人になってるんですけれども、私、今回の動画でですね、トレードデッドラインで加入した選手を優先するという、出場数よりもっていう話をちょっとしていまして、まあ、そのため、クリス・ブライアントがサードに入ったりとか、あと、あれでもブライアントまだだよね。あ、まずいいか、クリス・ブライアントがサードに入ったりとか、トレイ・ターナーがセカンドに入ったりとか、バイエスが、カブスでショート多かったけども、今回セカンドでメッツに入っていたりっていうことをしての計算方法をやってますので、少しこうミルウォーキーもね、それに従いますと、ファーストにですね、ボーゲルバックではなく、エデュアルド・エスコバーが、今回入ることになります。で、そうしますと、エデュアルド・エスコバーの、WAR 今年 2.6 なんですね。そうしますと、ボーゲルバックがマイナス 0.2 なので、これだいぶ、実は、数値が変わりまして、13.1 の総合になるんですよ。これによってですね、結構順位上の方行くんですけど、ちょっとね、もうこの動画自体を撮ってしまったので、少しここだけの訂正になるかなと。正直、順位的に本当に変動しちゃうんですけど、まあ、すみません、ミルウォーキー、一応、このメンツだと14位なんですけど、多分もう少し上の方に行くとだけはちょっとお伝えしておこうかなと思います。はい。まあ、訂正でしたね。うん、ありがとう。さあ、続いての順位参りましょう。13位になります。こちら13位は、後半戦、MLB ファンを感動させたチームになりますね。シアトルマリナーズです。はい。90勝72敗。今シーズン地区2位に、浮上してきました。まあ、ちょっとしたサプライズチームでしたね。言ってしまえば。うん。やっぱりこう、ちょっとシアトルはね、まあ、メンツはいいからさ、なんか結構上がるんじゃないかなと思ってはいたんですけど、でもやっぱでもちょっと同一地区にアストロズ、オークランドっていう2つのやっぱ競合がありましたので、
厳しいのかなと思ってたんですけど、今回オークランドより順位上ですからね。すごいね。ちょっとあのメンバーの方発表していきますね。ファーストからタイフランス、トロ、JP、シーガーです。なんかすごい簡略化しちゃった。総合 11.7 ですね。まあ、セカンドに関しては、ムーア、ディラン・ムーアが、いまして、出場試合数的にはディラン・ムーアの方が多いんですよ。ただ、スタメンは同じなんですね。トロもディラン・ムーアも。で、後半戦のその出方を見るに、トロの方がやっぱレギュラーっぽかったんで、普通にトロを今回据えました。WAR もトロの方が大きかったんですよね。だから、いいかなと思って。いやシアトルはね、本当に今シーズン後半戦の感動ですよね。本当にこう、シーが最終戦まで本当にわからない、めちゃくちゃ面白い野球してて、シーガーの最後のね、涙とかもありましたね。JP も泣いてたし、タイフランスもすごかったもんね。で、なんだろう、本当にこう、みんなが頑張ってさ、すごい盛り上がってたもんね。T モバイルだっけ本拠地、そうだよね。ねえ、T モバイルだよね。あれなんか一つ前の名前をずっと言ってて、あ、T モバイルなんだよなっていうのを覚えてたんですけど、一つ前何だったっけ忘れちゃったな。まあ、いっか。で、そうですね。本当に感動してくれました。感動を与えてくれましたよ。シアトルファンの人、本当すごいなって思いますね。日本人のシアトルファンの方。本当にすごいね。もちろんね、現地のシアトルファンの方もすごいと思うんですよ。やっぱ20年、なんだろう。20年じゃねえな。20年か。20年、ポストシーズン来てないみたいなね、状況なのにもかかわらず、本当にこんなに応援してるっていうのすごいと思うんですけど、今回私はちょっと讃えたいって言ったら本当に失礼な話になるんだけど、すごいなって思ったのは、やっぱり日本人のシアトルファンの方。日本人のシアトルファンの方って言ったらね、やっぱYouTube だとね、あの方がいますけれども私ももちろんあの方のね動画見てます。普通にすごいよね。私が本当にすごいとかっていうのはおこがましいぐらいの方なんですよ。で、MLB 見てる歴もそうだしさ、登録者とかもそうだけど、なんだろう、なんかさ、後半戦のシアトルはエンゼルス戦が続いたじゃないですか。それによってやっぱりこう注目、日本で見れる機会が増えてた。で、まあしょうがないんだよね。シアトル大谷さんとの勝負を避けるとさ、やっぱ日本で本当にこう取り上げられてね、ツイッターではもう本当に、まあ、言い方悪いけどさ、今年から見始めたようなエンゼルスファンっていうかもう大谷ファンだよね。大谷さんしか見てないような人たちから雑魚とかね、チキンとか言われてさ、すっごい悔しかったと思うんだよ。それでもさ、辛かったし悔しかったと思うけど、ね、後半戦本当面白くて、シアトル。いやいいよね。JP グロボーでもいいよね。シーガーも頑張ったし、今シーズン。シーガーすごかったね。2割1分なのに30何本打ってね、打点も多くて、いや、クラッチヒッターって感じがしましたね。JP グロボードもね、好きです。まあ、ロングジュニア結構好きなんですよね、意外と。だけど、JP クロフォードも結構好きですね。いいよね、JP。今シーズン、本当2人のクロフォードが頑張ってたんで、よかったなと思います。本当にシアトルはね、これからも未来があるチームですから、まあ、シーガーがおそらく来年はいないのかなって感じにもなるんですけど、まあ、一時代を支えたキングとかね、シーガーとかも今、裁断して新しくなってくるのかなって感じます。はい、続いての順位、12位参りましょう。12位がですね、オークランドセルティックスです。ここに来てあれですね、まさかの順位的にはシアトル勝ったのに OPS じゃねえや、 WAR 負けてたっていうまあそうだね、シアトルは今シーズンは守りのチームでしたから。オークランドが12位です。まあ地区3位と、オークランドがポストシーズン出れないんだっていうのは本当に今実感しててすごいびっくりしてますけどもね。メンツ、ファーストから、オルソン、ハリソン、アンドラス、チャップマンですね。総合 11.9 OPS じゃね、 WAR ですね。さっきからすごい間違えるね。 WAR 11.9 です。まあオルソンがね、今年開幕から結構爆発的に打ってたけど、やっぱ2人、大谷さんとゲレーロ、あの2人がいたから全然目立たなかったけど、すごい打ってたね。目立たないってあたりも本当アスレチックスの選手っていう
いい感じがして いいなという中で、チャップマンがちょっとここ2年かなくらいちょっとパッティングが劣化してるイメージがあって、でもただ守備がねやっぱチャップマンはありますから 3.5 とですね。いやハリソンもね今シーズン結構良かったよね、女子ハリソンね。まあ途中からナショナルズから移籍しまして、うん、あのハリソンもね結構実はマット・ケンプとちょっと迷ったんだけどねハリソンにしましたね。ここら辺は、まあ、デッドラインで取ってきた選手だからおのずと出場する自体は少なくなっちゃうんですよ、やっぱそのチームでの出場選手は。だけどデッドラインで主力で取ってきたっていう選手は結構優先して今回選出をしています。でショートのアンドラスだよね。あのねアンドラスが結構今シーズンずっとレギュラーやってるイメージがあって、どうなのかなって感じだったんですけど、あんまり成績自体はそうでもなかったんだね。なんかすごいいいイメージがあったんだよね。アンドラスって元からそのレンジャースでも結構固定して使われてたイメージがありまして、結果があまり伴ってないにもかかわらず結構固定して使われてたイメージがあって、まあ、今シーズン解消されて、アスレチックス行ってた。まあ結局クリス・デイビスもアスレチックス帰ってきたからさなんかレンジャース何の得もしてねえなって感じなんですけどまあそんな感じの12位、アスレチックスでございました。続いて11位ですね。11位どうなのかと言いますと、シカゴホワイトソックスでございます。今シーズン93勝69敗地区優勝でございますね。もうあの地区中地区では本当に圧倒した強さを見せたシカゴホワイトソックスですけれども、そんなねホワイトソックスのメンツをご紹介しましょう。ファーストから、ホセアブ・セザヘル・ディムアン・モンカダですね。総合 12.0、ジャスト12です。いやまあこのチームは強かったねセザヘルが今シーズン20本ホームランを超えてて、まあ、WAR 的にはホワイトソックス来てからマイナスなんですよ。ただインディアンス時代に稼いでた、っていうのはあります。だから取り除されたっていうのもあるけどね。まあそうね、全体的にレベルが高いですね、ホワイトソックスは。ホセアブもそうだし、ティムアンもそうだし、モンカダもそうだし、なんかモンカダがさ、20年あまり出てなかったイメージがあるんですよ。だけど今シーズン出てね、まあやっぱ出れば結果残すんだなっていうのがモンカダですね。まあ外野陣今年ね、ホワイトソックスは本当に開幕前にヒメネスが長期離脱、開幕してちょっとしてすぐロベルトが出れないって中でね、本当にやっぱすごいなと。ね、やっぱあれすごかったね、ヘンドリクスヘンドリクスもすごかったしさ、カルロス・ロドンも今シーズンは活躍してすごかったね。やっぱ圧倒的姿だもん、中地区の中ではもう本当に圧倒してましたもんね。そんな感じのね、ホワイトソックスでございました。さあそして、続いて10位ですね。10位どこかと言いますと、